をやりたいと思います。なんか、最近はあまりこう人ごとをばかりやったりしたりしてて、自分の曲をこんなにいっぱいやる日回があまりないので自分でもびっくりしていますが、こうギターを弾くということとこう曲を作るということちょっと僕の中でスイッチが違くて、でなんかこうまあ良くも悪くもこう良いところも悪いところも人間っていいとこばっかじゃないじゃないですか。なので、過去の作品見るとしょうもないなと思うこともいっぱいあるんですけど、なんかやると面白いなっていうことがもういっぱいあって、発見のチャンスをくれた石吹さんには、ちょっとだけ感謝してます。次も、不完全な過去の自分満載なんですけども、この中京地区というか、僕は、東京から来てるんですけどっていうのは嘘で、本当は神奈川県の川崎市っていうところなんで、東京じゃない、三重県の人が名古屋だって言い張るみたいな、感じなんですけども、名古屋の栄のあたりにもう15年ぐらい通って、毎週通ってきているんですけども、自分の両親は最後瑞浪っていう、岐阜県、セントラインナイナー瑞浪っていうのを持って、中京短期大学の先生だったんですけども、まあもう両親とも亡くなったんですけども、まあ、そこら辺はね水がきれいなところで、水、波は水道代が高いっておふくろがイライラしてましたけども、本当酒蔵、日本酒の酒蔵があるような、水のきれいなところの、時川というところの、川の感じで、リバーという曲を、これいつでしょうかね。なので、いつか覚えてないぐらい昔に、作った曲を演奏します。
持ちですね。大丈夫ですか、みんな何か分かんない感じになってませんか。いい感じです。ありがとうございます。ちょっと今いい感じのカツアゲみたいに無理やり言わせて感じがあります。そうだ、それこそだからここもこのライブハウスも10年以上お世話になってんのかな。すごくね、長くなりましたが、音が良くて僕はすごく好きで、アメリカっぽいっていうか、非常にやりやすい曲で、好きです。そして飯が美味しいよね。音楽なんて聴いてる暇ないよね。そう、僕もギターが弾いてる場合じゃないよ。早く終わって飲んで食ってね、という意味を含めて1曲カバーをやります。ポップウェルもなくなったよね。いつでしたっけ、去年でしたっけ、ね、クルセイダーズという、グループの曲をやるんですけども、中でもこの時期はギターのラリー・カルトンという人と、ベースのロバート・ポップウェルという人が雇われでサポートしてた時期の、曲で、僕はとても好きで、石垣さんの素敵なベースから、はい、始まると思います。それでは皆さん注目してください。アツトーンが弾きます。どうぞ。Thank you.
セットもう一曲だけ今度は男性チームで、男子チームで、中村智美、イエーイ。ユミ、あ、ユミっていうの、すいません。作詞中村ユミ。よろしくお願いします。今僕が、レギュラーでやってるスパイシーキッキンというグループがありまして、そのセカンドアルバムから、一曲やって、休憩をします。そして、セカンドもまたダラダラとワイワイガヤガヤと演奏します、飲んで食って騒いで行ってください、はい、では氷川の曲を演奏します。
します。